2023明治安田生命 J1 リーグの第34節はリーグ最終戦です。名古屋グランパスと柏レイソルのゲームをご覧いただきます。今日の舞台は岐阜県です。岐阜メモリアルセンター長良川競技場です。さあでは改めて今日の名古屋グランパスのスターティングラインナップです。ではアウェイチーム柏レイソルのスターティングラインナップフォーメーションで見ていきます。右で久保が呼びますが、その久保です。森島ユンカ、これは森島判定した。ユンカの足元、前が空いた、ユンカこぼれた、ナイスキーパー松本。まあ、狭い空間でしたけどうまく振り向いてね、やっぱあそこのエリアでボールを持たせるとやっぱ怖いですね。はい、まあ、良いシュート持ってますね。宮城、細谷、ジエゴが飛んだ。ジエゴのヘッドでした。先頭の球出しからマテウス・サビオ、ジエゴが行った。マテウス・サビオ、ニアレ、細谷だ。いいですね、まあ、良い攻撃続きましたね柏の方は。はい、野上にはサビオのチェック。森島がここで受けます。久保のワンタッチ、米本また抜こうというところですが、内田が背負って、さあ内田背負った、前向いた、中を見てユンカ、その奥、長いこぼれたところ久保が入ってくる。泉だ、惜しかったですね。人が多く関わりましたね、うん、はい、今日は柏は自力で残留を決めるためには勝ち点1以上が必要です。さあユンカ、長いな、オフサイド。ただフラッグが上がってます。いや、ジャストであった感じはしますけどね。ユンカーからのスルーパスでしたね。そうですね、はい、少しですけどね、出てますかね。細谷がニアに来ました。それ超えてきた。もう一度先頭、片山のヘッド、犬飼だ。よく反応しましたけどね、はい、いいとこ落ちてきましたね。片山すらして犬飼というところでした、うん、まあ、このセントのボールもすごく良かったと思いますね、はい、久保の前、久保通ったが、いや、ジエゴです。ここから出たいですね。そしてマテウス・サビオ、前には細谷、逆サイドで小山津が手を挙げた。その小山津、マテウス・サビオ斜めのランニング、そのマテウス・サビオに出た。マテウス・サビオの折り返し、細谷流れて後ろからジエゴだ。お、藤井丸山が上がってきた。ニアで逃れ、セカンドチャンスを作りたい名古屋。引っ掛けて山田光太、マテウス・サビオがものすごいランニング、そのマテウス・サビオに出た。さあマテウス・サビオだ。均衡を破る柏レイソル、裏抜け。最後フィニッシュはマテウス・サビオ、今シーズン7点目、 J1 キャリアハイ更新。まあ、少し深いところですけどね、山田光太が奪ってからまず1本先頭に渡しながら、スルーパス小山選手ね。あ、小山ですね、はい、どこ通ったの。あ、当たった、足を出したところ、いや、当たったんですね。2000連発マテウス・サビオ、いや、速い攻撃でしたね、はい、見事でした。入れ替わった木田、ユンカ逆サイドから押し込めるか。の確認が行われています。ハンドの可能性です。前田のヘッドの折り返しがジエゴの肘あたりですよね、にというところでの今 PK の確認
おっと、あ、オンフィールドレビューに行きます。広げたところの肘あたりですよね。はい、当たってますね。PK だ。 PK です。ジエゴに今一発レッドが出されました。決めました。同点に追いつきました。名古屋グランパス松本も触りましたけどね。キャスパーユンカー今シーズンの16点目。さあゴール前4枚入ってますが、ユンカーここで木高、ゴールキーパー松本キャッチです。ここで試合が終わりました。1対1、名古屋グランパスと柏レイソル勝ち点1を分け合いました。